Ooh. Alcibiades, I mean, you did help us after all. Yay, floppy disk! Is there anything else in here? Event is in there. This is a plan for an item. I envy whoever can purchase this. If I had this, I could survive. If I ever had the chance to use it. ラステーションよ、私は帰ってきたぞ。恥ずかしいから突然街中で叫ばないでくれる。いや、ちょっと出かけてただけなのに、なんか懐かしさを感じちゃってさ。そうだ、ノワールはさ、なんか思い出せた？この街に見覚えとかない？別に何も思い出せないわ。そっか、さっきのダンジョンからも近いし、この街の人かと思ったんだけど。あなたの記憶喪失らしいけど、あなたの方はどうなの？いや、私もさっぱりなんだ。そうだ、試しに二人で一緒に何かに頭をぶつけてみようよ。いやよ、なんであなたが豆腐で私がタンスなのよ。ほら、私の頭ってとってもデリケートな感じでしょ。 You're joking again, huh? なら私があなたをカチンコチンに凍った豆腐の角で殴ってあげましょうか。ルポン、やだな、ノワール、ただの冗談なのに。犬越し、それとも木綿、最高くらいあなたの好きな豆腐を選ばせてあげるわよ。いやいや、食べ物をドンキにしちゃダメだってば。のネプネプ、早速ノワールさんと仲良しですね。 Well, that is the way you could say. それにしても豆腐豆腐連呼されるとお腹が減ってくるわね。そうです、今夜はお豆腐を使ったお料理でノワールさんの歓迎会をしましょう。あ、それいいかも。フォーたった今ちゃんとモンスター倒してきたよ。本当か、助かるよ。これで部品不足に悩まされる心配がなくなるってもんだ。ラステーションでの初めての仕事は無事に完了ね。そういえば一人増えてる気がするんだが。ああ、そういえば紹介がまだだったわね。そうなのか。ってその子どこかで見たことあるような。行く、ノワールさんがブラックハート様です。な、ありのまま今起こったことを話すぜ。記憶ブラックハートの女の子が実は女神様だった。そんなわけないでしょ。私のこれは、その、とっさとはいえ、さすがに記憶喪失でこれは無理があるわよ。ああ、なんだ。それでブラックハート様そっくりの格好をしてたんだ。あまりにもそっくりだったから。残念です。ノワールさんが女神さんなら、シアさんのお願いを聞いてもらえたかもしれないのに。まったく。あ、危なかった。けど、普段から女神様のコスプレをしているなんて、意外と痛い趣味なんだね。痛いって言うな。しょうがないでしょ、これにはそれなりの事情があるんだから。まあまあ、シアン、私たちはもう帰るけど他に用はないわよね。もう帰るのか、なら飯でも食ってけよ。Let us eat, let us feast with your soul.もう体の芯から温か、うちの母親の自信作なんだ。すごく豪華な料理だけど、私までごちそうになっていいのかしら。そんな細かいこと気にしないで食ってくれよ。そうよ、これはあなたの歓迎会なんだから遠慮しないで。あ、あれはネプチューンのせいで、私は別に豆腐が好きなわけじゃないわよ。はいはい、そういうことにしてあげるわ。うげー、この料理にナス入れたの？ネプネプ、もしかしてナスが嫌いなんですか？嫌いってレベルじゃないよ。今度こそよくこんなにグニョグニョしたの食べれるね。あ、そうだ、何か思い出すかもしれないし、このナスノワールにあげる。え、ネプコ子供じゃないんだし。何言ってるのさ、アイちゃん、ナス
草を食べると名人だってダメージを受けるほど凶悪な食べ物なんだから。想像しただけでも恐ろしいよ。だったらそんなもの他の人にあげちゃダメでしょう。あんじょ、やめ。もしかしたらナスがきっかけで何か思い出すかもしれないわよ。もしかして騒がしいのは苦手ですか？あ、いえ、そんなことはないわ。そうだったんですか。けどこれからはノアールさんもずっと一緒ですよ。その件なんだけど、私にあなたたちを手伝わせてくれないかしら。ノアールさんは私たちのお手伝いです。 So she is nice after all. 何何、ノアールも一緒に戦ってくれんの？ええ、ただあなたたちと一緒にいるのも気が引けるし。そうね、あなたが仲間になってくれると頼もしいわ。え、そろそろ私一人じゃこの二人にツッコミを入れるのに疲れていたのよ。なんとなくわかるわ。ノエル has been added. The X drive is now level 2! Yes! Yes! いやー、まさかこんな序盤で4人目が仲間になるなんて。なら、その幸先ついでにまた仕事を受けてくれないか。今年開催される総合技術博覧会に出展。総合技術博覧会？ラステーションでは4年に一度総合技術博覧会ってのがあって、いろんな会社が決められたジャンルで展示を行う催しがあるんだ。目的は技術交流らしいが、それだけじゃない。トロフィーが贈られるですか？んでも、トロフィーでアブニールさんを。違う違う、重要なのは女神様の方だ。はっ、なるほどです。それでシアンさんが博覧会に出展するわけですね。ああ、そのための武器のモニターをお前たちに頼みたいんだ。そんなのお安い御用だよ。それで武器のモニターって何をすればいいの？とにかくこの武器を使ってその感想をフィードバックしてくれればいい。なんだ、今度は意外と簡単そうだね。これなら他のお仕事と一緒にできそうです。なら、アブニールの仕事を受けてみるのはどうかし。何言ってるのさ、ノワール。アブニールは悪いやつなんだよ。いえ、案外いい提案かもしれないわ。どういうことですか？あ、ちょ、中小企業がモンスターのせいで部品や原材料の流通に困っているのなら、もしかしたら受ける仕事の内容によってはアブニールが博覧会に何を出展しようとしているのかもわかるかもしれないわ。そしてうまくいけば、教会が私に隠しているアブニールに。スニークビーチ。贅沢言ってないの。私だってアブニールのために何かしてあげるのは嫌よ。ネプネプ、今は我慢するです。おい、私は無視かよ。苦労してるのね。アルマステッドモード1 received。 This I don't get, like at all. Because you cannot use the character which is in the back.I don't get it. What is new in there? About Lily system. Partner your characters with one in front and one in rear. Once partnered, the assist attack becomes available. The Lily rank can be raised by fighting together.It didn't help me at all. じゃじゃーん！メガネ買っちゃったー。これさえあれば私の正体を怪しまれることはないはずだわ。早速かけてみましょう。我ながらよく似合ってるじゃない。これなら完璧に正体を隠せそうね。今までメガネってかけたことなかったけど。なんかいかにもできる女って感じでかっこいいかも。
目にもいいって聞くし、デスクワークの時はかけてみようかしら。そうだ、ネプチューヌにも見せてあげて。何普通に馴染み始めてるのよ、私。今のままじゃダメね。敵であるネプチューヌと慣れ合うなんて。ノワール、一緒にプリン食べよう。あれ、もしかして驚かせちゃった？ごめんごめん。もしかして今の、今の？それなら気にしないで。ちょっと恥ずかしい独り言だから。気になる。あだあだるの。もしかして作詞作曲自分のオリジナルソングを歌ったりしてたとか？バカなこと言わないで。それよりも私に用があったんじゃないの？うん、そうだった。あ、何よ。プリンだよ。とっても美味しいんだよ。あ、いや、それは見ればわかるわ。ね、シアンからプリンもらったから一緒に食べよう。いやよ、あなた一人で食べればいいじゃない。私はノワールと一緒に食べたいな。あのね、私はこんな時間まであなたに付き合ってあげるほど人よしじゃないの。もう一度言うけど、プリンなら一人で食べなさい。あれ、ノワール、どっか行くの？散歩よ。一人になりたいので。どうしてあなたがついてきてるのよ。いや、記憶喪失のノワールが一人夜道を歩くとなるといろいろ心配でさ。誰が私よ。お前ら相変わらず仲がいいな。けど夜はあんまり騒ぎすぎるなよ。ちょっとネプチューヌ、あなたのせいで怒られたじゃないの。ごめんね、シアン。うちのノワールが迷惑かけちゃって。誰がうちのノワールよ、誰が。ところで、シアンはこんな時間にどうしたの？知り合いの町工場連中との会合だよ。小さな町工場でもアブニールより優れた技術を持っているやつ、みんなで協力していいもの作って、しかも潰れてしまった工場のやつらも。まさに総力戦ってやつだね。今回の博覧会にラステーションの未来がかかっていると言っても過言じゃないからな。だからお前らにも期待しているんだ。大船に乗ったつもりで任せてよね、ノワール。さて、大変不本意ではありますが、アブニールの仕事をするとしますか。お願いだから、そう思っていても絶対に口に出さないでよ。ネプネプは正直者ですからね。お待たせ。あれ、ノワール。ああ、これ。ははん。さては、鏡の前でメガネの自分に酔いしれてたんだね。そんなわけないでしょ。はいはい、ストップ。戯れるなら後にして。レッツゴー。はじめまして。あなたたちが弊社の仕事を請け負ってくれた人たちですね。ええ、そうよ。はい、この度依頼を出させてもらった。そしてこちらが弊社代表の。この二人はアブニールの代表自ら外請けの仕事に出てくるなんて珍しいわね。あ、これはこれは。雑談はそのくらいにしておけ。時間がもったいない。おや、それでは今回のあなたたちに依頼する仕事にも。待ってました。この辺りは近々我が社の新プラントの設立予定地となっているの。しかし。なるほど、そのモンスターの討伐が今回の仕事なのね。その通りです。討伐さえできれば手段は貴様らに任せる。なんだ、てっきり手作業で部品とか作るような面倒くさいのかと思ってたよ。私も細かい作業は苦手なので。タッコンパってそういうの苦手そうだもんね。そうなんです。前にアルバイトでお刺身にタンポポを乗せる仕事をしていたのですが。ああ、わかるわかる。ネプコがツッコミに回るなんて珍しいわね。説明はこれで以上です。くれぐれもミスをして、例のモンスターを我々が視察している方に逃がさないよう。 OK, we're gonna do it. 社長、お前も気づいていたか。はい、コスプ確か数日前から失踪していたんだって。なのでその可能性も。どうするも何も、ただ目だけは離すな。
Fuck. Idiot girl thinking glasses would fix it up. This is a plan for a new weapon. This'll show you what you should be using. Let's see. I need to use this weapon. And... oh yeah, you can only have three. Fuck. Wait. Maybe I'll do... I need combat. Let's do this. Or maybe I'll put Ify... yeah. Demon summon? Yes, I like that.